JR 立川駅、ちょうど駅前北側の方に伊勢丹があるんですが、そのすぐ裏手側にこの高島屋立川があります。その8階にこのどこどこというところがありまして、お友達家族に勧められたので連れて行ってきました。ちょうどね、平日だったのでフリーパス親子で2700円でした。はじめに支払いを済ませて、こうやって入り口の方に向かいます。ここにはね、無料で使えるコインロッカーがずらっと並べられています。大きな声で話してみよう。なんて話すの？おはようございますって言ってみた。おはようございます。あ、来ました。ここはお砂です。おー、よいしょよいしょよいしょ。ほら、遊びな。おはようございます。あ、いいよ、遊んでごらん。ほら、すごいよ、貸し切りじゃん。ほら、面白い、いろいろ。いいよ。あ、ここね。はい。作る料理をタッチしてねって。どれ？ハンバーグ、カレー、サラダ。これお魚のムニエル。サラダ。これ本当によくできてるんです。ちゃんと点線に合わせて包丁を入れると千切りができたり、調理がどんどん進むんですよね。そして何かよそったりするときにこぼしたりすると、ちゃんとね、こぼれた跡もテーブルの上についたりして驚きました。かけますよ。顔の形になった。できた、できた。よくできました。いただきます。あ、そう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 、離すんだ。一回ちょんってやってから、もう一回点線のとこちょんってやってごらん。そう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 、上手にさばけましたね。焼いてます、焼いてます。そろそろひっくり返してください。ひっくり返す。あ、左のターナーでひっくり返す。そう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 、それでひっくり返して、持ち上げてごらん。ゆっくり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 やってごらん。そう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 、できたできた。あ、できた。よそってください。さっきのターナーだな。ターナーでよそってごらん。そう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 、いいねいいね、いいね。それまた焼きます。もうちょっと待ってて。置いて、食べていい？いただきます。あー、もう魚、痛いじゃない？
る？いいよ、もっと他の作ってごらん。全然いないから。あらかじめ子供から目を離さないようにしてくださいという、そうした注意事項もあるんですが、まあ、この時ね、まだ私たち含め2組しかいなくて、しかも子供はああやってじっとお料理をね作るコーナーにいたので、誰もいない間にじっくりちょっとざっと撮ってこようと思いまして、どんな感じの作りになっているのかここで撮影しています。この時ですね、オープンが10時なんですが、私たち10時ジャストにお店にこの中に着いたんですね。そしてこの店員さんのスタッフの方が、そうですね、最初の2組しかいない時はお一人男性がいて、ちょこちょこ私たちに声をかけてくれました。本当にどのスタッフの方も感じがよくて、子どもたちにすごく優しく話しかけてくださったりして、なんか本当に子どもが好きな人たちが働いているんだなっていうような感じの印象を受けました。ここの全体が島というね設定なので、なんかジャングルのようなね、鳥の鳴き声が聞こえてきたり、滝の音が聞こえてきたり、こうやって滑り台もね滝が流れているので、水の音とか、それから本当に森の中の音がしてきているので、割といると癒されるんですよね。私途中から子供に付き合っていて、全体的にこういうスクリーンをね映し出すように、全体的に少し明かりのトーンが暗めに設定されてるんです。まあ、それも相まって、なんか途中お昼の後眠くなって心地よくなって、音量はかなり大きいんですけれど、このジャングルのバックの BGM にして、なんか寝たら瞑想したら気持ちいいななんて思いながらうとうとしたりしちゃいました。いいね。優しく混ぜてください。ゆっくり。いいね。お腹すいた。もう少しでできるね。できた。よくできました。お皿に寄せってください。いい匂い。やったもう食べていい？パンフレットもいただいてきたんですが、読んでみると「海を旅する不思議な島どこどこ」、誰にも見つけることができなかったこの島に我々が上陸することができたのは、小さな子供が偶然迷い込んだことがきっかけのようだと書いてあります。でここに、キノコのね妖精がたくさん住んでるんですね。さっきお腹いっぱいって言ってたのもキノコの妖精です。ありがとうございます。ジャングルの沼で遊び、激流を滑って雲の上で飛び回り、不思議な妖精と出会い友達になる、そんな子供たちの空想を具現化したような夢いっぱいの冒険を、独自のデジタル技術とアナログな遊びの組み合わせで手軽に体験することができる施設ですと書いてあるように、いや本当にもういろんなところに大きなスクリーンがあって、そこにリアルな映像が映し出されていて、またその映像もね、見るだけじゃなくて自分たちが触れるとそこに反応するようにできていて、先ほどのキッチンもそうですし、それから池のところには
象とかサイが出てくるんですが、そこにもボールを当てたりすると泥がね直接動物についたりして、本当にねよくできているんです。参加型でいろいろデジタルも楽しめるし、プラスこのように本格的なネットだったり、ロープだったりそういうので遊ぶ、そんなアスレチックもあってものすごく充実しています。以前このチャンネルの中でも、ハグハグというところの施設もご紹介したんですが、規模とか大きさはもちろんハグハグにはかなわないんですが、でもここの施設も年齢の幅が広く楽しめるなっていうふうに思いました。なのでまだ赤ちゃんで抱っこしながらその上の子を遊びに連れてきているという、そうした親御さんの姿もよく見受けられました。これはキノコにはたまにキノコの子が遊びにやってくるよって、キノコの子と話したり遊んだりして友達になろうって。妖精のねキノコの子は、なかなかねずっといるわけでもないので、途中休憩したりそれからお昼休憩に出たりして、妖精さん戻ってきたりするそうなので、子供が話しかけた時には全然応答がなかったんですね。そしたらその様子を男性のスタッフの方が見ていてくれて、ちゃんともしかしたら裏の方に話を回してくれたのか、そろそろ来るかもよなんていうふうに、教えに来てくださったんですよね。優しいなって思いました。もしキノコさん出てくるかもしれないから、いっぱい喋りかけてみてください。キノコの子さん来るかも。キノコの子のさん、キノコの子のキノコの子のさん、キノコの子さん、キノコのさ、もう少ししたらお休みしてたところが起きたかもしれない。来てくれた？もうすぐ出てくるぞ。この時はまだ本当に数組ぐらいしかいない時だったんですけれど、それでも先ほどの滑り台のようにスタッフの方がきちんとコーンを立てて入れないようにして、清掃中ですというふうに書いてあったりして、ちょくちょくいろいろと消毒で、掃除を拭き掃除をしているというのが目立っていました。シーソー、やります？やりますか？ちゃんと乗って乗って、ちゃんといい？いくよ。連れて行く親にとってはこういうふうに座れたりするところがあるっていうのは本当に助かるんですよね。例えば本当に小さい子を連れていくときには、お腹空いたらばちょっとしたねものをあげようなんていうときにも、小さい子供用の椅子があればそこに座らせて
食べさせることもできますし、いろいろとね、そういうふうに本当に子連れの人たちをきちんと考えてくれている施設だなっていうふうに思いました。外がこうやってね、直接つながっているので、内側から見るとすごく開放的でもあるんですよね。そしてここは本当にね、ひたすらボールをぶつけるエリアなんです。先ほど話した大きなスクリーンに象とかサイとか出てくるんですね。でこのボールをですね、動物にぶつけると、ぶつかったところに、土がつくような感じになるんですね。そうだから本当にね、こうやって雨も降ってきたり、すごくリアルなんですよね。この巨大なスクリーンを、囲むようにベンチがありまして、そのベンチの内側にボールが、溢れ出ないようにたくさんその中に入っているんですが、子供が一人こうやって投げたりしていると、他の子がまた混ざってきたり、なんかそこで子供たちの一体感みたいなのも生まれていて、すごく面白かったです。そして少し早めのお昼休憩ということで一度出まして、その時にまた再入場する際に見せるレシートと、そして手にですね、スタンプ、特別な、ね、ライトをつけると光るような感じのスタンプを押してもらって、一度外に出てきました。でこのどこどこの入り口のすぐ目の前がこうやってエスカレーターなので、一つ上のフロアが大きなダイニングレストランのフロアなんですよね。ガーデンテーブルズとかっていうふうに書いてありますけれど、なのでとても便利で、もう少し駅の方に戻って何か食べようかななんて思ったんですが、まあそこまで行かなくてもですね、こうやって一つ上のフロアに行けば何でもありますので、ちょこっと見てみたらオーガニック系のお店もあったりして、あとお寿司もあったかな。そう、そして私たちはこのパスタ屋さん選びました。まあ、子供がね、最近お子様ランチのゼリーにハマっていて、私がめったにそういうものを買わないので、外に行ってそのおまけを目当てに頼むことも多くなっちゃって、でまあここに入ろうということで、パスタにしました。このお店もすごく中が広くて、でちょうど掘りごたつのような席があったので、子供にいいなと思って私たちはこの席にしました。子供はミートソースパスタ、結構美味しくて、鎌倉パスタ最近ね、いろんなところにありますが、初めてお店入ってみたんですが、私はこれ大葉と明太子の乗ったカルボナーラということでいただいて、そしてまた下のフロアに戻ってきました。もうちょっと。はい、よいよい。
けた。さあ、そしてやっと気まぐれきのこの子が出てきてくれたので、しばらく会話して、そして途中ダンスなんかも披露してくれました。お尻かわいい、お尻かわいい、お尻かわいい。ということで、念願のきのこの子、やっと会うことができました。いや、中身が充実していて、デジタルと本当に実際のアナログでの遊びとの融合が素晴らしくて、ここはね、おすすめしたいと思います。よちよち歩きの子からある程度活発に動ける小学生ぐらいまで十分楽しめると思うので、ぜひ一度行ってみてください。